カナゴシの YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、おっぴーです。はい、ということで、今回なんですけど、Twitter の固定ツイートで現在も募集していますが、プロサッカーボゲーム 1.9 のアップデート後に追加された新機能で、カスタムプロフィールというものがございます。ね、Twitter とか見てると、もう本当に、うわ、レベル高みたいなカスタムプロフィールを作成してる方、回ってくると思います。そこで今回なんですけど、Twitter の方で募集しました。動画で紹介してもいいよって方いましたら、リプ貼ってくださると、いくつかピックアップして紹介する動画作成する予定です。といった感じで集まったリプライがですね、1404です。はい。1404。カスタムプロフィールね、作成した方ならわかると思うんですけど、来ろうとしたら平気で1時間、2時間ぐらいかかっちゃって、そんな大変な作業してくださった方、1404リプライありがとうございます。今回はその中でも僕がピックアップしていくつか紹介していこうかなと思います。その前に僕も一応カスタムプロフィールね、軽く作成したので、紹介しようかなと思います。まず1枚目ですね、シネマっぽいやつを作らせていただきました。こちら1枚目。そして2枚目がね、僕の今まで撮った称号やら、一言ツイッターなんかそんな感じで貼っています。まだ3枚目とか作ってないんで、ここからチャレンジステージや楽曲フルコンスとかも貼っていって、どんどん更新できたらいいのかなと思います。さあ、それでは視聴者様が作成したカスタムプロフィール見ていきたいなと思います。ジャケットですね。はい。かげろうで。これ、やばくないか?やばくない?本当にすごいと思うんだけど、プロセカのカスタムプロフィールでこれを作ってくるっていう。続いてこちら、ブリキのダンス。すごい。半端ねえなって思いますね。はい。あとはこんな感じで幽霊東京。よく見ると後ろに、プロセカキャラ全員集合してるのかな ?ID スマイルね。ID 、いや、これもう作業量すごいと思う。四角型とか丸型をつなげて伸ばしてっていう作業ですもんね。半端ないなと。続いていくつかございましたが、YouTube 風ですね。YouTube。すごいんだよな、ね、このスパチャ投げてる、赤スパ投げてますもんね。あつさこはねちゃんの YouTube チャンネル生放送配信中。コメント横に流れる感じの、モアマージャンプニコニコ風です。はい。こちらも YouTube、レオニートで、ボカロメドレーといった感じで。このクオリティね、下のさ、関連動画まで、ちゃんと表示してるあたり、すごい YouTube に詳しいなと思いました。はい、オートリエム限定ガチャになります。夢のようなガチャね。もう推ししか出ないガチャといった感じで。発想力よ。誰がカスタムプロフィールでガチャ画面作ろうと思うんだろうね。こちら、もちづきほなみちゃんバージョンになります。はい。すごい。養ってよ、ほなみちゃん。ちょっとよくわかんないんですけど。すごい、もうこれ、パッと見ガチャ画面だもん。はい。星4確定ガチャチックなね。うん。星4確定ガチャチックな秋山みずきが必ず10人出現。秋山みずき星4確定限定ガチャになります。はい。発想力。続いてこちら。いや、もう、発想力よ。いや、マジで。発想力がすごい。カメラなんですよね。カメラで、11時間録画してることになってると思うんだけど、こうピントがアキトに合う感じとか、想像を超えた作品が揃っています。こちらもカメラになります。オートリエムちゃんにピント合ってます。これ撮影者の、相当撮影するの下手くそなんだろうけど、誰も顔映ってないし。はい、続いてもキャラクター作ってきたから。うん。キャラクター作ってきた。ドラえもん作ってきたから。プロセカ最高ってね。キャラ作れんだって思いますよ。カービィ作ってきたから。後ろの酔い崎さんは置いといて。カービィ作れんだっていうね。ミク作ってくるからね。うん、よく見たら左上金欠ってなってますね。計画通り、ヤガミライトなんですよ。視聴者に伝わるかわからんですけど、デスノートに出てくるヤガミライトの名言、計画通りの初音ミクチックにね、作成されておりました。ネネロも作れんだね。ネネロも、カスタムプロフィールってネネロも作れんだね。はい。まさかの直撮り。うん。カスタムプロフィールの中にスクショ機能あるのに、まさかの直撮りで送ってくるっていうパターン。こう、フィルムチックにすることによって、プロセカビーバスのシネマという曲、再現しているこのクオリティね。ようこそ誰もいないはずの世界はみんないっちゃってんだよね。うん。まあ、いつかこうなるんだろうけどね。みんないる世界なんだよね。もはやなんか雑コラみたいになってんだよね。水木が舐めようとしてたペロペロキャンディーを真冬さんが食べるっていう。アキトといつも一緒というわけではないね。いつも一緒にいんだよね。うん、よく見ると、なんだかんだアキトとトウヤ二人でいるイラスト多いんだよね。改めて気づかされたわ。君は誰と恋する乙女ゲームになってんだよね。乙女ゲームチックな、リプライもたくさんございました。突如現れた謎のイケメンたち、あなたは誰と恋に落ちる乙女ゲームなんだよね。プロジェクト世界フィーチャリング乙女ゲームなんだよね。もはや黙って言葉から逃げるを選択せざるを得ない状況みたいになってるよね。皆さん夏休みの宿題ちゃんとやってきましたか？無言なんだよね。上白類の喜怒哀楽、よく見たら喜怒哀楽全部の表情イラストになってんだよね。手を差し伸べる6人のイケメンホスト、乙女ゲームホストバージョンなんだよね。急にクオリティ下がったけど、ちょっと前流行った YouTube の広告なんだよね。豆腐が錬金術師倒してレベル上がるのゲームなんだよね。雑コラのクオリティ
が上がってんだよね。雑コラのクオリティ上がるってなんだろうね。完全に馬娘プリティダービーなんだよね。よくここまで再現できたなと思いました。これちょっと流行ってたやつだよね。目元に提供が来ちゃいましたけど。そういえば秋と夏休みの宿題は終わったか。To be continue なんだよね。ここ BGM 僕が入れなきゃいけないのか。スイッチ作ってきたから。もはやプロセカでスイッチ作ってきたから。インスタグラムなんだよね。再現度高いんだわ。学生書作ってきたわ。クオリティものすごく高い学生書作ってきたわ。いや、これはすごいよ。よく見たらめちゃめちゃ凝ってるよね、これ。不透明度下げて立体感が仕上がってますよね。いや、こういうのもね、かっこいいんだわ。ビビットバットスクワットで作ってくださいました。いや、かっこいいんだわ。すごいクオリティ。本当にレベル高いの見ると参考になりますよね。さて、来週のワンダフルは急なサザエさんクオリティで、しーちゃんちっちゃくなっちゃった。いや、もしくは有名な CM なんで大きくなっちゃったんだろうね。真面目に働いてたからかもしれないですね。もはやバーチャルライブ再現してきました。はい、ありがとうございます。すごいクオリティ。エペなんだよね。クオリティ高すぎるエペなんだよね。親の顔くらい見たこの画面な。はい、といった感じでざっと紹介していきましたが、いかがでしたでしょうか。自分の見てた世界は井の中の蛙なんだなって思いますよね。めちゃめちゃ広いわ。世界って広いんだわ。なんか進撃の巨人の主人公になった気分だとは。はい、といった感じで、ぜひね、まだまだリプライの方で募集していますので、また機会があればカスタムプロフィール紹介していこうかなと思います。コメント欄にね、ぜひ皆様の感想を書いてくださると幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。